急な坂ですね。車がファッと来るような、この先にねちょっとね気になるものがあるということで、なんですよね。今日の主役はこちらでございます。というわけで、とある山奥の中に来ました。今日はね、この辺に詳しい方の、詳しい方のね、依頼で、この先にね、ちょっとね、気になるものがあるということで、山の中来たわけですけど、ね、まあ、昔ながらの家が残って、なんかいい感じのね、雰囲気が、しますね。田舎ですね。この先に何かあるということで来たんですけども、いやこれね、視聴者さんの子に聞かないと絶対ここ来ることはなかったですね。ちょっと見てほしいということで来たんですけども、まあ、岡山市内から2時間ぐらいかな、まあ、そういうような、感じの場所に、この先にねあるということで、
もうすぐなんですよね。今日の主役はこちらでございます。人形がいると、ちょっとねびっくりですね。これもうねえ、この戦闘ブーツみたいな感じで、はい、あ、ミリタリー系のなんか太郎って書いてますね。ちょっと失礼します。なんとか太郎。ちょっとね、なんでこんなところにあるのか気になるんですけど、栄養ドリンクも安全太郎、安全太郎って書いてます。あ、なるほど、これはもう安全太郎って書いてるんですね。ちょっと見えなかったですけど、太郎って書いてるんですけど、安全太郎ですね、はい、いう感じで、なんかなんだろうな、昔のなんかあの進駐軍というかね、あの戦後、戦争終わってからのなんかアメリカ軍みたいな、はい、なんであるのかといろいろ気になるとこなんですけども、でもね結構ね急な坂ですね。急な坂で、ね、もうこのままずっと突き抜けてしまうような感じかなと。ねえ、もうこの下結構ねあれなんですけども、落ちたら やばいというかね。でもね結構ね本当にねスピードが出るようなね感じなんですよね。ずっとねずっと勾配があって、でねこう行くわけですよ。あ、人がいる、止まろうみたいな感じになるかもしれないです。でこの対向車ですね、対向車もなかなか見えないんですよ。わかりますかね、車がファッと来るようなね、猛スピードで来たらやっぱりこっちからの車もあのどうしようもないというかね、この車もやっぱ登ろうっていう気持ちでいっぱいだと思うんですけど、ここに人が人というかね人形がいるとスピードを落とすという感じになると思うんですよね。だからちょっとね注意を促すような人形なのかなと思いますね、はい。まあ、ここに ねある理由も、まあ、この先ね民家がこの山を越えたところに民家が何軒かあるんで、まあ、農作業の関係の方がほとんどだと思われるんですけども、やっぱりこっちに町に出る場合とかね勢いづいて、まあ行ってしまうわけですけど、まあ、この人形あったらちょっとゆっくり歩こうかなとか思ったりするんですけどもね、はい、カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。